若野島文也は、鹿児島県大島郡達合町出身で、柴田山部屋に所属していた、元大相撲力士。本名は、西田文也。現役時代の体格は、身長180センチメートル、体重143キログラム、最高位は西重量7枚目。好物は、レバザ氏。6人兄弟の末っ子。里山、慶天会と同様に、 天み大島生まれの男子らしく、物心がついた頃にはすでに相撲を始めており、遊び程度で野球やサッカーなどにも親しんでいた。しかし笠利調律赤木銘中学校に一年時、途中で転校してからは相撲一本に絞り、中学の部活での稽古に加えて、近畿大学相撲部 OB で22歳年上の兄とのマンツーマン稽古を行う生活を送った。放課後から、 夜8時過ぎまで続く稽古は、本人曰く、半端じゃなく厳しかったそうである。3年時には、全国中学校相撲選手権、大会団体戦優勝の実績を残し、複数の相撲部屋から勧誘が来た。当初は、九州産業大学附属九州高校へ相撲による、推薦入学がほぼ決まっており、大相撲入りの意思は、なかった。 しかし、何度も自身のもとへ足を運んだ、離れ駒の熱心な勧誘に心動き、高校に行っても親に迷惑をかけるだけ、親に楽をさせたい、と考えた祭殿は、出身地である笠利町の中学校を卒業すると、同時に離れ駒部屋に入門、2000年3月場所で、初土俵を踏んだ。相撲の魅力ばかりを解くのではなく厳しさを強調された。 ことに帰って誠実さを感じて心打たれたという。全相撲は2番出世であった。同期には、竜王、宝地山、飛天竜らがいる。初めて番付に、名前が載った同年、5月場所では、無傷の5連勝とするも、12日目の6番相撲で、宝地山に、押し出しで敗れ、初黒星を喫した。翌場所からはしばらく序二段で、一進一退を繰り返していたが、 2001年7月場所で3段目に初めて昇格。当初は相撲部屋での生活を厳しく感じ、番付をじわじわと上げても出世欲がなく、稽古に本気で打ち込んでいるとは言い難く、常に今日こそはやめようとばかり考えていた。しかし入門から1年半が経過した2001年7月場所中、部屋公演者が埼玉都人とは知らず、 場所中なのでサイデン君には内緒でと父の不法を伝えてしまったことから相撲に対して真剣に頑張らなければと意識が変わっていった。しかし壁に当たり、1年間は3段目と女2段を行き来する生活が続く。2002年7月場所からは3段目に定着し、3段目上位も経験していたが、2004年5月場所前の稽古で負傷し、 同場所は一番相撲から休場した。三日目の二番相撲から出場に踏み切るも、七日目で、非天竜戦に、押し倒しで敗れた際に悪化させ、五番相撲から、再び休場。その後に場所全休し、復帰した同年、十一月場所では、序二段の回に落ちていた。復帰場所から三場所連続で六勝一敗の、好成績を上げ続け、 2005年5月場所では初めての幕下。2番相撲から3連敗を喫して一時は1勝3敗と後がない星取りになったが5番相撲からの3連勝で勝ち越し、翌場所は幕下中位に番付を上げる。しかしその後は幕下中位から3段目上位の壁にぶつかり一死日退が続いた。そんな中、 2008年3月場所からはそれまで本名をそのまま使用していた四込めを赤の島と改めている。2010年9月場所からは幕下に定着しが日本相撲協会第11代理事長に就任している2011年9月場所からは幕下上位の重量昇進が見える番付に定着。最高位の西幕下筆頭で臨んだ2012年。 三月場所は四番相撲まで連敗し、早々と負け越しも五番相撲以降を連勝し三勝四敗で場所を終えた。2013年一月場所後、師匠の定年退職を控えて離れ駒部屋が閉鎖されたため、柴田山部屋に移籍した。離れ駒が定年を迎えた際に、自身も引退を決意したが、 最後まで諦めるなと叱責されて、続投の決意を固めたという。その年の4月に、母親の病が判明したことから、なんとか生きているうちに重量昇進を報告したいと、努力するようになったが、報告は間に合わず、母親は2014年1月に没した。その直後の2014年1月場所は、日種幕下7枚目の地位で土俵に上がり、勝ち越して、 翌3月場所は西幕下4枚目となり、ここでは7番相撲で勝ち越す形で4勝3敗の成績を収めた。2014年5月場所には中日に入門時の師匠であった離れ駒が休止するという悲劇に見舞われたが、西幕下筆頭で5勝2敗の成績を残し、場所後の番付編成会議で重量昇進が決定した。 新十両まで所要85場所は、史上4位のスロー出席録。場所後、師匠の柴田山は離れ駒からの預かり弟子の昇進に、対して、最近の相撲界は、年齢層が上がってきている。弟子の若野島が、今場所29歳で、新十両昇進したけれど、30歳前なんて、まだまだこれからじゃないかなと思える。 私たちの時代とは違っていますよと感想を口にした。新十両で迎えた2014年7月場所では、緊張していたためか初日から5連敗など不調で、12日目に早々と負け越しが決まり、4勝11敗と大きく、負け越し、翌場所は幕下に陥落した。せっかくもらった化粧回しを1場所しか使わずに、引退するのは、 申し訳ないと奮起して2015年5月場所で再重量を果たすと、今度は気持ちに余裕を持って場所に挑み、先週楽に重量で初めての勝ち越しを決めた。重量在位は通算7場所で2017年1月場所を右膝の負傷で途中休場したのが最後の重量在位となり、幕下の番付けだった同年9月場所限りで現役を引退した。 引退の理由には、右膝の負傷を原因とした気力の減退を挙げた。9月30日、国技館で断髪式が行われた。一門の親方、関取集始め関係者、約250人が出席。最後に、師匠の柴田山親方が止めばさみを入れ、17年半の土俵人生に別れを告げた。その後、両国国技館内で行われたパーティーでは、 信仰があり同じ山美出身の歌手、はじめちとせおよび中孝介が前頭を祝し、微声を披露した。やりきった感じで、すがすがしい気持ちだった。いろいろな人に来てもらったから、笑顔を見せないとと,と、涙を流すことはなかった。ただ、様々な思いが頭の中をめぐる中、やっぱり先代の親方のことを考えてました。何と言ってくれるか。 頑張ったなと言ってくれると思いますと、しんみり話した。一番の思い出は、初土俵から約14年で、新十両昇進を決めた2014年5月場所。その場所中に先代が休止したこともあり、突然すぎて本当に信じられなかった。絶対に忘れられない場所と振り返った。何度も引退しようと思ったことがあったが、先代から口酸っぱく言われた、諦めるな。 我慢しろの言葉が押しとどめてくれた。自分は出会いに恵まれた。すごい偉大な親方二人に出会えましたと感謝した。引退後は、世田谷区内のしゃぶしゃぶ店に勤務し、見習いから始めて、将来的に都内で独立する意向と報道された。取口は、基本的に月押しだが、諸差しや、右前、三つの相撲も時折見せる。入門前は、奄美大島の島相撲。 お基本とした取り口を得意としており、同じく島相撲を取り口の基本としている同郷の経典会はこれについて自分も気づいていたらあのような相撲を取っていた。指導者も皆同じ相撲だからと証言している。入門後は師匠の意向で押し相撲に取り組んでいたが入門から5年、経過した頃には押し相撲に違和感を覚え、 二本を刺して一気に出る相撲や左を深く刺して、右前密を取る体勢などを稽古場で試すようになった。その末に自信を持ってからは上がり、座敷から刺すな、回しにこだわるなと激を飛ばされても耳を貸さず本場所で、この取り口を操り、周囲もこの取り口を認めるようになった。ありがとうございます。